厳選月一ジャーナル皆さんこんばんは厳選月一ジャーナルのお時間がやってまいりました私は NBS アナウンサー西安志ですそしてこんばんは NBS アナウンサーの前田遥ですすべての番組が申し上げていることをあえて申し上げますが、はい、暑いな暑いですね <laughs> 息苦しい暑い息苦しいもう大変、はい、あの本当にねまあ ラジオでもテレビでも熱中症気をつけてというようなことを言っておりますけれども、うん、あのね、五十代になりますとですね、はい、本当にあこれは外で歩いてはいけないって思います。はい。できることなら本当に家から出たくないって朝思いますも私も思いますよ。二十代後半でも。そうは言ってもね、二十代三十代の頃はは,い、はあの。 当時の価値観ですよ当時の価値観ちょっと外出て遊んでて日焼けしたらかっこいいんちゃうかとかねあ、でもその時と多分気温が 違うかな。五六度違うんじゃないですか。今だってもう七月。五六度は言い過ぎやろ。ろ <laughs> 相当前それ,それは。あの四十 <laughs> 度近いんですよも零点何度あの何とかしましょうみたいなことをさ <laughs> SDGs 的には言ってるわけでしょ。五、はい、度ほど違うは言い過ぎやろ。<laughs> 何百年前の話してるんだただただあの三十度超えるとか三十五度を超えるみたいな日が <laughs>、はい、当たり前のようにまあ出現したり続いたりってことがありますから。 本当にね。眠れないですこの暑さは。眠れないですよね。はい、もうエアコン、リビングのエアコンは。 もう本当に二十四時間稼働になってますね。<や>電気代が怖い。電、ねうん、まあ電気代よりまあさっきの番組でもねあの分子はおっしゃってましたけどももう電気代よりあの命ですからね。そうですよ何より健康大事ですから。はい。あのくれぐれも気をつけてくださいっていう真面目なことを今日は言っておりますが、い <laughs> はいえ厳選月一ジャーナルはあ六月は六月の末にお伝えをいたしまして、はい、あの普段は月に一回やから次何しよう。 っって言って言る味に、うん、あれもやりたいなこれもやりたいなという話なんですけれども、はいえー、間が2週しか空いておりませんでしたので「うん、何する何するあもうもう明日やん」みたいな感じの、はいはい、そんな感じではございますけどもただまあ,あのお伝えすべきやるべきことっていうのはたくさんあってですね、うん、はいえー、と今日の源泉月一ジャーナルは一つは「 えー、まさに昨日七夕結果が出ました東京都知事選挙について、はい、皆さんの予想と合っていたのか違っていたのか違っていたとするならば何がどう違っていたのかそのあたりを、まあ、MBS の東京報道部の大八木智之記者に、はい、今日はスタジオに来てもらってますので話を聞きます、えー。そして後半はアメリカの選挙がねちょっとよくあのも 選挙という選挙がちょっとよくわからない感じなんですよ。はい、<の>不安定ですよねフ。フランスも表たんとちゃう,、はい、うってか、言われてたんとちゃうでしょ。あの曲のが第一党になって、はい、国民連合はね。で、えー、極右の首相が誕生する公算が高いねって言ってたのに、蓋を開けてみたら。 そこが3位で、左派、えー、連合が1位で、うこれどういうことなんだっていう、ね、あのことがいっぱい起こってるわけですけれども、アメリカの大統領選挙どうなってるのかということについても、なかなか予測が立てづらい状況になっています。はい、特に民主党の 現職バイデンさんがえちょっとフラフラしてんちゃいますのと、えそれはどういう形になるんですか、どういうことを予想されますかというあたりを同志社大学の三木先生にお話を伺おうという一時間にしようと思っております。どうぞお付き合いください。え皆さんもぜひこれ聞きたいということはですね、メールでメッセージをお寄せください。お待ちしております。メールアドレスです1。一アットマーク mbs 一一七九ドットコム ic H. I. アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコムまでお待ちしております。はい、メールをご紹介した方にはラジオンちゃんのクリアファイルをお送りいたします。では、この時間の最新ニュースをお伝えいたしましょう。前田アナウンサーです。お伝えします。日本列島は今日も東日本から西日本にかけての各地で。最高気温が三十五度以上の猛暑日となり。和歌山県新宮市では三十九点六度を観測しました。気象庁によりますと。 全国914の観測地点のうち155地点で猛暑日となりました明日も各地に熱中症警戒アラートが発表されています気象庁は適切なエアコンの使用など熱中症対策を呼びかけていますなお気象台によりますと 近畿では、明日昼前から夜の初めにかけて大気の状態が不安定となる恐れがあり気象台では急な強い雨などに注意するよう呼びかけています大阪府内の被差別部落に関するウェブサイト上の記事と動画の削除を求め大阪府内の男性がウェブの運営側を提訴しました訴えを起こしたのは大阪府内の被差別部落に住む 70代の男性,らです男性らは全国の被差別部落の情報を載せた記事や動画を神奈川県川崎市の出版社代表の男性が複数のウェブサイトを運営し多数投稿していることについて差別を社会的に拡大させる意図を持って記事や動画を作成・公開していて平穏な生活を送る権利を侵害していると主張しています。 その上で運営側の男性に対し大阪府内の被差別部落に関するすべての記事と動画を削除することや損害賠償を求めています原告の男性は会見で差別が存在する社会の中で偏見を入れながら暴露する行為そのものは絶対に許されないと怒りをあらわにしています。一方運営側の男性は大阪を訪問して 見て聞いたことを書くのは自由だと思っているなどとコメントしています兵庫県知事のパワハラ疑惑で告発文書を作成した元幹部が死亡しました死亡したのは兵庫県の西張間県民局長だった60歳の男性です関係者によりますと自殺とみられるということです男性は今年3月 斉藤知事によるパワハラ行為などを告発する文書を作成して配布しました県は今年5月革新的な部分は事実でないとして男性を定職3ヶ月の懲戒処分としましたしかし告発の内容に一部事実が含まれていたことなどを受け先月には強い調査権限を持つ百条委員会が設置され次回の今月19日には 男性への承認喚問が行われる予定でした午後5時ごろ取材に応じた斉藤知事は百条委員会は心理的な負担があるのでしっかりとした心理的ケアをさせていただくつもりではあったと述べています男性の死亡を受け百条委員会は今後独自に職員アンケートを行うかどうか検討する方針です 東京都知事選挙から一夜明けた。今日およそ291万票を獲得して参戦を果たした。小池百合子知事が今日都庁に登庁し、多くの職員に拍手で迎えられました。そして、小池知事は花束を手に東京が持続可能な成長を遂げるよう頑張っていきましょうと呼びかけました。また、小池知事は取材に応じ。 チルドレンファーストの政策や介護人材の確保を訴え皆様に響いた期待に応え第1子の保育料無償化などの公約を速やかに予算に組み込んでいきたいと意気込みましたこうした中、都知事選の結果が国政に影響を与えると思うと考える人が64%に上ることが最新の JNN の世論調査で分かりました。 調査はこの土日に行われ、昨日の東京都知事選挙について結果が国政に影響を与えると思うか聞いたところ、与えると思うが64%、与えないと思うが27%でした。次の衆議院選挙後の政権の在り方については、自民党を中心とした政権の継続を望むが38%、自民党以外の政権に交代することを望むが47%でした。 岸田総理にいつまで総理を続けてほしいか聞いたところ最も多かったのは9月の総裁任期までで61%すぐに交代してほしいと答えた人は27%できるだけ長く続けてほしいは7%でした自民党の中で次の総理にふさわしい人について回答が多い順に1位は石破元幹事長2位は 小泉元環境大臣。三位は河野デジタル大臣で。岸田総理は七位でした。おしまいに。アメリカのバイデン大統領をめぐり。新たに四人の民主党の下院議員が。大統領選挙からの撤退を求めたと報道されました。ワシントンポストによりますと。民主党の議会下院指導部と。下院議員のオンライン会議が七日。 非公開で開かれ新たに4人がバイデン大統領の撤退を求めました民主党では下院議員5人がすでに公に撤退を求めています以上この時間のニュースをお伝えしましたはいこの後の特集の関連のニュースも入っていましたけれども今日は注目の選挙を2つお伝えいたしますコマーシャルの後は注目の選挙その1東京都知事選について m b s 東京報道部の大谷記者の登場です 厳選月一ジャーナル。A. M. 一一七九、F. M. 九マル六、M. B. S. ラジオがお送りしています。さあ、厳選月一ジャーナル、一つ目の特集は。昨日、投開票行われました。東京都知事選についてです。スタジオには、M. B. S. 東京報道部の大八木智之記者です。大八さん、お久しぶりです。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。今嬉しいですね。最初に最初に入るなりめちゃくちゃ久しぶりやな。はい。ね。もう若い頃のラジオやらせてもらってたので、ここであの緊張というかちょっと苦しい日々を過ごしたことも若干思い出しましたね。あのそうそうあの芸人さんに怒られながらね。あのスミさんの後やらせていただいたりして。そうよ。本当ね。 そのちょっと長くなりますけどそう鷲見さんがテレビの帯番組をやっていてあれ「ぷいぷい」が始まったためそうですね「ぷいぷい」が始まってラジオをまあ鷲見さんがやめなきゃいけなくなってそこの帯を誰がやるとなった時に白羽の矢が立ったのがそう大八木青年だったんでぐらいう今四年目なんでもうそうええっ帯やってたんです何も喋れなかったす お八木さんがですか。そう難しいう二時間お昼のワイド番組ですよ。そうですよ。はい、ニュースも扱いながら、はい。ニュースというかまあなんかこうずっとほぼほぼフリートークなんですけど。ええー、鍛えられますね。先輩の女性アナウンサーと一緒に。えー、そう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 、えー、周りがみんなお姉さんだったね。かあもう本当。かあも <laughs> そう本当とねいろいろ勉強させていただきました。<laughs> 懐かしい、ありがとうございます。もう今日嬉しいです。また西先輩とね、また前田さんと。そのベード、スタジオに錦を飾っている。はい。おお、八木さんですけど。錦飾ってるんですから。錦飾ってるんですよ。え、こんなことでもない。とこのスタジオ入んないでしょそうです。だって。はい。で。今は東京報道部長。はい。かっこいい。あの一年前に、あの東京報道部に行きまして。そこで、ちょっとこう、細々と国会取材とか。まあ、東京関連の政治の取材させてもらってます。はい。で、えっと。 まあ、こん今回の東京都知事選も、はいえー、取材に走り回っていたわけですけれども結果としては小池百合子さんが、まあ、ぶっちぎりと言っていいのかな得票率42.8%で、えー、参戦果たす、まあ、この辺りはほぼほぼ予想通り これはもう強かったですね2位の候補あとで話しますけど2位の候補、はい、3位の候補と、まあ、含めて足、はい、しても、うんまあ、あ小池さんと同じぐらいっていう感じですから盤石、ね、の勝利と言っていいと思いますけどただ、あのー、いろいろ見てるとそんなに街頭演説めちゃくちゃやったわけでもない、はいでえー、候補者の討論やりましょうよっていうふうに他の候補から求められてもお、まあ、ほとんど応じてない。 とにかく公務をやるというのがうあの小池さんの、まあ、戦術というかこの選挙期間中過ごしたことですね。うん、公務という名の、まあ、視察なんですねで自分がその2期8年間でやってきた、まあ、実績を出した場所例えば給食センターであるとか、うん、幼稚園であるとかそういうところに行って少子化の施策とかを、まあ、こんなにまあできてるしここがちょっと足りないわねっていう話を 見せるわけですねでカメラもいいていくそれ,はそれを取材してそこでぶら下がり取材に応じて毎日何らかの発信があるだ街頭演説に立たなくてもあの公務の視察をすることが選挙運動になってたという、うん、まあまあ言うたこれね。あの都庁の担当の記者にも聞いたんですけど、うん、普段こんなるほどねそりゃそうですよね。はい 視察をこんなに入れないよねそうなんですよで期間中ね確か何回って言ってましたかね20回ぐらい視察に出て選挙1日平均でも1点何回は必ず行ってて街頭演説の数は12回12回なので少なかなり少ないですだから公務で平日はなかなか街頭演説ができない土日にある程度やるというスタイル まあこれねね作作戦戦でですす、ねはい、しかもまあ今、親木さんからあったみたいにその行政視察する場所もあの自分がまあ施策としてこうしましょうというものが形になったところを訪れることで自分の過去2期っていうのをまあアピールする場にするわけなんですよねそうなんです。でも都民はその 小池さんが変えてくれたっていう実感があるって思っちゃっていいんですよね。まあ選挙結果だけ見るとまあ変えてくれたというかまあ現状あのー、まあ満足と言いませんけどもうあの小池さんでいいという方がまあ多数を占めたという結果になりますねでやっぱりこれはあのー、大阪でもそうかもしれませんけど、うん、あの現役世代に対するそのまあ例えば高校授業料の無償化、所得制限なしにやっていたりですとか、はい、まあ十八歳以下の人たちに五千円 を配布するとまあまあちょっとばらまき的なところもあるんですけどやっぱり財政力が豊かかででですすら東京できるんですねでこれを別に蓮舫さんやらないって言ってるわけじゃないしいいものは引き継ぐって言ってるんだけどもやっぱ小池さんの実績として皆さんもう身にしみて身入りとして分かるお金を使わなくていいっていうことが分かるんでこの辺はやっぱり大きいなと思いますね。ああのまあ 小池さんに対するもちろんねそういうあの実感としていろいろと手当を出してくれている補助を出している給付金が回ってくるみたいな話とは裏腹に例えば回路代首席卒業ってほんまいな疑惑とか、はい、あるいは、うん、都庁のプロジェクションマッピング何億とかけたけどもあれ無駄遣いちゃうのとか、はい、そういうその、えー、部分部分の,その批判とか疑惑とかっていうのはありますけどもそういうのはあんまり選挙戦当時では通じては都民の皆さんは、えー 勘案しなかった。 これはあの勘案されてたり、気にされてる方いると思います。うん、であの、もう過去、これで3回選挙やったわけですけど、その度に学歴の問題っていうのは持ち上がって、うん、で今回なんか、特に元側近の方が告発もされていたと、ね、いうことであの、問題にはなってるんですけど、これは我々メディアの問題かもしれませんが、それをやっぱり選挙の告示されてから、選挙期間中になかなか積極的に報じることができないというところもあると思います。うん、で、プロジェクションマッピングに関しては、これ、確かに蓮舫さん、特に問題視されてて、うん 50億,円もかけ50億円近くかけてやる必要があるのかとほかにできることがあるんじゃないかということだったですけどもここもなんかあまり大きな争点化はしていかなかったですね。もちろんねその、えー、っと2期8年というのが、まあ、参選がこういうぶっちぎりの形で、えー、取ったということでいうと一定の支持を得たということなんだと思うんですけど小池さんの,その政治遍歴を。 見ているとと、まあ、結構正解は当たり取り的なところもあああのフレーズで例えば「クールビズ」だとか「三密」だとか、うん、のその時その時のセンスがキラッと光る瞬間もあるんだけれどもそれを縦目で見た時にこの人のプリンシプル原理原則目指す理想って何なんだろうというと見えないんですよね。うん、その非常にこうなんていうてか ええー、社会保障を分厚くするぞっていう感じでその教育とかええー、その高校生に五千円あいかに五千円とかそういうことをやってるのかっていうとまあそうでもないなんか成長に配分するようなふうを見せたりとか、うん、なんか受けることなら何でもやるみたいなちょっと拙そのなさめとかみたいなところが見えたりするんですけどもしかしたらあの今岸田総理がやってることと近い感じ、うん、政治スタイルとしてはそう確かに言われてみればそう見えますねね、はい、えー、ただまあその やっぱり財政的に潤沢な自治体だっていうことでいうと受けることをやるだけのお金もあるしそれが選挙戦でもあの有効に生かせたしと行政視察という形で露出もしたしということだとは思うんですけれどもまあそれでもちなみに前回よりも74万票は減らした、うん、まあ選挙の構図が違うんですけれども確かにあのもうちょっと小池さんいいんじゃないのっていう意味でのこの票数減らした部分にはなってると思いますね、うんうん。なるほどねで えまあ小池さんの当選っていうのはまあ途中情勢を見るとまあまあそれはそうなのかなというところは裏では我々もなんとなく分かっていた部分はあるんですが蓋を開けてみてえまあお聞きの皆さんもそして我々もなんとと思ったのは2位と3位がまあ言うなれば下馬評から言うと入れ替わったとというところですね、はい、でまず蓮舫さんからいきましょうか。蓮舫さんは若い 前田さんから見ると同性としての親近感とか野党第1党の選んだその知名度抜群の候補とかまあいろんな、はい、あの顔はあると思うんですけどもどんなふうに見えますなんか今回すごい笑顔が多かったイメージがあって今まで結構きつい女性に見えてたんですけど、はい、今回笑顔が多めで、うん、支持者も結構若い人がそれぞれで蓮舫さんをこう押し出す。うん っっていうスタイルがあったんで結構私は若者とか女性に人気なのかなって見えてたんですけど、うん、実際は違ったっていうこと、ね、実際は違ったあのー、これ選挙もうかなり後半の時に立憲の幹部の方がまあどうですかってこう聞いた時に思わず漏らしたのがいやーこんなに蓮舫って無党派に嫌われてると思わんかったわっていうのが。<ー> 無党派に嫌われてるそこまであの、まあ、もちろん東京で参議院議員を長く続けてきてますし、うん、え知名度もあるし人気もあるもんだと思ってたのに、うん、やっぱ情勢調査すると、うん、かなりあの無党派あの人たちが、まあ、支持はしていないと、うん、いうことがはっきりしてくるわけなんですね。うん、でそれぐらいい、まあ、小池さんよりも若いし で経歴も比較的似てる元キャスターやってたりなんですけど、まあ、それでも全然うん、なんですかね、えー、こう指示に結びついていないというところはあるだから好き嫌いが比較的はっきりした方だとは思うんです、うん、でまあ時にその前田、ま、さん笑顔と言いましたけどもその笑顔が本当に笑ってるのかというところも言われる人ではあります、うんうん、ですがまあなかなかこうちょっとこう指示が広がらない 自分たちの,その今回の票数見ましても128万ですよねで、はい、えと蓮舫さんが勝ち抜いた2022年の参議院選挙で蓮舫さん自身がだいたい68万でしたかね、うん、票を取っててであと共産党の候補も60万 近いから七十万いくか行かないかぐらい、結局そのまあ立憲と共産の票を足した数。ぐらいにしかなってないんですね。百二十八万円の浸透がほとんどできている。そうなんですよ。うん、だきっちりその支持固めはできてるんだけど。うん、お支持が広がっていない。ういう選挙でだったと思いますね。うんうん、その。なんだろう。街頭での訴えとか。でなんかこう、えー。具体的に多分かなり政策としてもね。 あの出してたと思うんですけども、それが響かなかったってことですかあの最も真面目に、具体的かつ詳細に、街頭演説は蓮舫さん、やってたと思います。あ<ー>はい あの他まあ、主要4候補と言ってしまうとなんですけど石丸さんと玉上さんも含めた、うん、あその4人の方私いずれもあの街頭演説聞きに行きましたけども、うん、まあ一番詳細かつ具体的に語ってたのは蓮舫さんだと思います、うん、まあしかしそれが何て言うんですかね東京都知事選ってやっぱり1100万人の有権者を相手にする選挙なので、うん、完全な、まあ、空中戦の部分があるんですね、うん、ですからやっぱりイメージ戦略そして知名度が高くないといけないし選挙戦自体をこう何て言うんですかね ふわっとした空気で持っていかないといけない部分もあるんですよね。だから具体的に語って、それがものすごく大きな。東京都知事選。今回の争点、これだって一つか二つの異臭があると問題があると分かりやすいんですけど、今回それがなかったんですよ。うんうん、おそらくですけど、立憲民主はその異臭は反自民っていう風に据えてたと思うんですよ。うそうなんです。で、この反自民は明らかに。まあ、あの支持率を見ても岸田さんのね。はい、それから自民党政権続くべきか。か ってていいいう問いに対してもネガティブな答えが多いわけですよでこの流れに乗せるプラス無党派を取るには知名度の蓮舫だという戦略は、はい、素人の僕でもんかそういう答え出しそうな気がするんですよね、はい。前半特に自民党批判で自民党とまあつながってる小池さんという形で選挙戦を展開してましたがこれがまあいまいちはまってこないつまりは小池さんが前に出てこないからで先ほどもありましたけどもやっぱり討論会を開催しない。であのー 後で、ね、アメリカ大統領選の話もありますけど、はい、バイデンとトランプはちゃんと打ち合うわけですよ。うん、でテレビの討論会がない,、うん、いうとな生で、まあ、例えば民放4局5局がテレビ討論会をやらないとなる、はいまあ、その作戦を取ってるわけですね,あの小,池ね小池さん自身が。ですからステルスで空中戦に持ち込まれていて地上戦に持ち込みたい蓮舫さんがずっと空を見上げてるっていう感じなんですね。あここででファイティングポーズ取っててるのに、はいえー、後で出てくる石丸ささんんと小池さんは 見えないところで、あるいは上空で戦っている、はい、そうなんです。<ー>シャドーボクシングはかなりされたと思いますよ。うわー相手のいない戦いをしちゃった。そうなんですねへー。なるほど。でもこれ、まあさっきニュースの中にもありましたけれども、そのこの結果が国政に影響すると思うっていう人が多いわけですよね。六十四パーセントいます。ね。ということは、まあこれあの、えー、議論を戦わせるという意味ではあの。 自民党の裏金問題っていうことが前傾化しなかったつまり前傾化させない作戦にはまってしまったということを言えますけども、えー、この蓮舫さんの負け方っていうのは立憲民主にとってはめちゃくちゃ痛いんじゃないですか 2> あのー、2位もダメなんですかっていう状態なんで うまいいこと言いますあ、ね、3位だったので、はい、調子出てきましたね <laughs> このスタジオはい3位だったのでこれ衝撃走ってますね、うん、衝撃ですよねはい<ー>で立憲民主党自体も9月に代表選を控えていて、うん、でまあ参議院のエースだったその人をまあ最低 最良かつ最強だとして東京都知事選に担いだわけなんですけどそれで無党派も固めきれずにえかなり停滞敗戦を喫してしまったっていうのは大きいですしただただ私は思うに岡田幹事長ですとか泉代表自体がこの東京都知事選にそんなに まあ直接的にコミットしてなかったように感じます、うん、で野田元総理であるとかあ枝野前代表の方が街頭演説にかなり立ってましたし、うん、その辺の顔ぶれ見ると、まあ、9月の立憲の代表選っていうのがこれからまあ東京都知事選の責任問題も含めて揉めてはいくしある種の打ち毛的になっていく展開にはなるのかなと思いますね。 あの先ほど、大木さんから蓮舫さんというのはまあ,ある程度好き嫌いがはっきり分かれてしまう人かもしれないというふうに言いました。はい、まあ なかなか選挙の総括分析としてなんんでこの人っってて嫌われんねやろって難しいと思うんんですよそ、ね、うかない難しいと思うけれども少なくとも選挙において、えっと、好きな人を固められたけどもちょっとなんかあんま好きちゃうの、ね、よあの人のものいいとかっていう人までもでも言うてることはなんか今回いけそうよね、はい、と思わせることはできなかったということですよね。うんまああのー、本当に こう誤算が誤算を続きというかやっぱり蓮舫さん自体はこれまで東京の選挙区で参議院で戦ってきて本当にあの意味軸もあの5人6人の中に入ればいい選挙をやってきてやっぱり。うんうん 1位じゃないとだめな選挙をやってこなかったというところのあ<ー>まあ蓮舫さんのだけの責任ではないですけど、まあ、陣営側の戦略ミスだと言って差し支えないいと思います、ねまあ、立憲民主は今頃さあどうしようというふうな形になっているかもしれませんけれども一方で2位に入ったのが石丸慎司さん、はい、えー広島の安芸高田市長。 前のね、はい、えー、得票率で言うと二十四点三パーセント。蓮舫さんの百二十八万票に対して百六十五万票を獲得したと。台風の目ですよね。これはもう今回の東京都知事選の、まあ勝った小池さんを除くと。もう一番のニュースと <laughs>、うん、言っていいと思います。うん、まあ、なんでなんですか。あのー、これは。 ま、負け方といいうか食い込み票、ねまあ、まあだけで見ると分,分析すると基本的には蓮舫さんが取るべき無党派層を完全にゲットしたで、えー、と先ほど74万票ぐらい前回戦よりは減らしたという小池さんの票も、まあ、ある程度載せたと大体いい100万票取ってもは,はっきり言うと広島の北部の町からまあ出てきた人で、うん、東京でほとんど知名度がなくって、うん、当初どうなんでしょう主要候補にもならないぐらい下手すると泡末扱いになる かもしれとい,いう存在が、うん、あもしかしたら選挙の半ばぐらいで100万票ぐらいいっちゃうんじゃないえ,、うん、えどうなの、うん、蓮舫さんに肉薄するかもねなんて言ってたのが最終乗り越えたんで、うん、でこれなぜかというとやっぱネット選挙のまあ申し子であるるとということは言えると思いますネットが選挙でその解禁されてから、まあ、約10年ぐらいたとうとしてるんですけども本格的にネットで有名になってネットから生まれてきた人がネットを完全に駆使して選挙をした、うん、まあ,ある種。 初のケースというか、こんな大きな選挙では。はあ、これはなんか、いわゆる選挙プランナーみたいな人が。そういうデジタルに詳しい人がいたりする。あ、ある程度、あの、その、なん,ていうんですかね、S. N. S. 舞台というような方々、スタッフとしてはいたそうです。ですが、選挙プランナーとしては、非常に、その、いろんな百戦錬磨の選挙をやってきた。非常に古参の。ロートルの方が、<ー>維新の選挙なんかも、よくやってた方が、ついてるんです。行こうと思ってたんですよ。この人、あの、イメージとしては。 橋本徹さんとすが出てきた頃とすっごい重なるその既得権益とかあのそういうまあその我々メディアも含めて古いものは悪みたいなあのズバッ受け答えとかなんて言うんですょねものの考え方とかってかなり参考に石丸さんが橋本さんを参考にしてるなと思える節はあ節は。 ありますし、うん、事実、やっぱり基本的によくぜぜひひってあの石丸さん自身も口にしてますけど、うん、これはもう維新とか橋本さんのまあ考え方一つも一番現れてるところだと思うんで親和、うん、性非常に高いですし、うん、実際、票の,の分析で言っても今回東京都の維新支持層の方がかなり石丸さんにただ、維新、まあまあ、東京維新っていうのがどれぐらいの,そのなんだろう あの影響力を発揮できる集団なのかということはあるんですけれどもその維新との親和性高いけれども結果としては維新はこの石丸さんというところにがっつりタッグを組むとかそういうことはしませんでしたよね。れは石丸さん側が そういう戦略は取らないっていうことにしたのかしら。これ実はね、あの大阪のラジオだから言いますけど、<ほ>言って言って。今回あのー、あれです選挙のその前にですね、6月の前半ぐらいに<う>、えー、告示される前に、えっと維新のババ代表ですとか藤田幹事長と、うん、お石丸さんまあ、および関係者がまあ面会してます。合ってるんやん。<ー>はい。でこれはその維新側としては今回独自候補を立てられなかったので、うんうん、まあ何らかの支援 内氏はまあ推薦の可能性も含めたところで話し合いが持たれてますこれはもう片方の情報しかないので申し訳ないんですけどもその石丸さん陣営としては維新からのまあ推薦というのをはっきり断ったと。 断ったはい。は<ー>まああの維新側は多分おそらく違う言い分があるんだと思うんですけども、ちょっとまだ取材できてないんですが、うん、あの石丸さん陣営としては維新からの推薦は断ったとこういうふうにしてるんですね。<ー>無党派を取り込むには自身もどこかの党派性みたいなものをまとわない方が。 戦略上得だといいうう判断ななのかもしれそですね,うですねこれあの石丸さんを支持している方々ってネットの動画を見てどん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 あの好きになって、うん、<laughs> あの <ー S 3>、ね、そうなんですよでもその古い政治であるとか、はい、な何かに縛られている人じゃない人を探してて、うん、その人が戦う姿がまあかっこいいと思ってやってる、うん、若い方とか女性の方多いんですよね。でという意味では何かもともとある政党 に何らかの応援なり所属してしまうと石丸さん自身がやっぱり支持層を失うことにもつながるのでブランディングと合わないわけ、うん、そうなんですね<ー>でそこは避けたんだと思われます SNS 選挙っていうのは見ててどんな風に前田さん、はい、あのあ私石丸さんを SNS 上ではフォローしてないんですけれども、うん、石丸さんの言葉だけが切り取られた文面の投稿がこのパーソナライズされて結構入ってきたのでやっぱり 小池さんとか蓮舫さんの情報に当たるよりも圧倒的に石丸さんの情報が目の前に出てくるので。うん、石丸さんを知った気になるんですよ。<ー>それは大阪にいた私でも石丸さんの情報はパーソナライズされて。勝手にこう目の前にいっぱい出てきました。うん、だから、あの、まあ、いわゆる、ね、今、あのパーソナライズって言いましたけども、結局、あの。 普段ニュースを扱う仕事もやっていると、はいまあ、いろんな人をフォローしています、はい、でいろんな動画を見ますっていう中で「はい、あなたはこういうの興味があるんですね」っていうある種のアルゴリズムで、はいえー、リコメンドされてあの推薦されて、えー「あなたこんな好きでしょ」って YouTube だったり、はい、TikTok だったりインスタグラムで上がってくるそういうあのどこにどんなふうに顔を出してどんなふうにタグ付けされれば、はい、どんなふうに露出できるかっていうところをしっかりと 計算してたってことは言えるかもしれない、ねうん。そうですね。これあのある種石丸さんは今回まあ本当台風の目だし165万の人がまあ名前を書いたってすごいことだと思うんです。うんうん、で、あの選挙に関心がなかったりとか、まあ政治自体にそれほど今まであの高い関心はなかったという方々を振り向かせたというまあ、うん、いい面と、うんはい、で今前野さん言ったようにでもどん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 その テレビのニュースラジオのニュースに触れない新聞も読まないってなってくると、はい、そのスマホの中だけでアルゴリズムでどんどん送られてくる情報だけでですね要するに石丸さんばっかりの情報に接するうです、ね、で石丸さんはまあいい方かもしれないし、あのー、真面目な方かもしれないしいい政治やったかもしれない東京都でも。でも、まあ、今後ですよこのネット選挙っていうものがこの主流になってきた時に、うん、やっぱり単一の情報ばっかりに触れるという。 ことで、はいえー、ある種のこうちょっとポピュリスト的な方を生みやすいうん、まあ、スキームというかシステムなんじゃないかなうんというふうにはちょっと感じましたね。あのまあ、ネット選挙の、ね、解禁というのをさっき大八木さんが言いましたけれどもこれが単純に資金力がある方が有利じゃないかとかいろんな議論もありましたけれどもやっぱここちょっとね整理しないとまずいなというのは確かに思うんですよ。すね、討論会だとかそれぞれぞのおまあ 候補の情報ににちゃんととアクセスできるるようにするとかある種のそのリコメンドアルゴリズムっていうものをちょっと選挙に関してはえコントロールできないかとかいろんなことを考えたりもするしもっと言うとえ今回史上最多の候補者数でその一部にはこ選挙のシステムそのものを愚弄してませんかとつまりこれ民主主義の根幹を嘲笑ってませんか。 あのえー、それで再生数伸びればそれでいいんですよみたいなことで大事な大事な選挙の価値を毀損してませんかっていうところもちょっと真面目なこと言ってごめんなさいねですけどやっぱ思うわけですようそういう意味で言うと,あの、えー、と2位と3位が入れ替わったっていうことと同じかそれ以上にちょっと大事な宿題は そうですね選挙の自由とか政治参加をまあどん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 積極的にやっていくっていうのは日本の政治文化を変えることなんでそれはまあ必要なんですけどやっぱりポスターですとか政権放送なんかをもう見る限りある種のこう言論の自由であるとかああいうところの少しこう履き違えというか表現の自由をもうか勝手にか解釈しているというかいう面は あります、ねね、だからその辺をまを法で縛るのかモラルでどうしようもないのであれば法で縛るのかっていうところ、まあ、また臨時国会で公選法の改正論議とかもあるでしょうしうまあちょっと注目しては見ていいいきたいと思いますなんか矢島で封じろみたいなことになっちゃうとこれはまた違う話なんだけれどもただ健全な選挙ってなんだろうってことは我々全員で考えなきゃいけないというところではあります。そ、えー、そろそろ時間となりましたせっかく、はい 調子出てきて、このスタジオともフィットしてきたのに申し訳ないね <laughs> 本当楽しかったです <laughs> また呼んでくださいはい、はい、また呼びますあの、国政のこともまた是非、はいはい、このラジオでも喋ってくださいよろしくお願いしますはい、MBS 東京報道の大柳記者に昨日投開票ありました東京都知事選について聞きましたありがとうございましたコマーシャルの後は、注目の選挙その2アメリカ大統領選について同社大学の三牧聖子先生に聞きます厳選月一ジャーナル 特集その2は注目の選挙アメリカ大統領選について同志社大学三牧聖子先生に伺います三牧先生こんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますえ、さっきの大谷さんとのコーナーを聞いていただいてたそうでえー、先ほどちらっとお話を伺ったらあっちもこっちも民主主義がもうちょっとからえらいことなってんなぁということをおっしゃってましたあっちもこっちもですか 本当にそうですね。アメリカもいろいろ本当に民主主義法の支配をまあ本当に揺るがす事態になっているという感じですね。うあの別の番組であのある先生とね。あの論破って良くないよね。っていう話をしたんですよ。論破,はい、論破ってつまり、あの相手が納得してなるほど。君の言うことが正しいと。 いうふうに説得するのではなくてで結果としてより良いものが生まれるんじゃなくて相手を黙らせるっていう,、ね、うえ結果として屈服させるつまり敵を生んでしまうみたいな話をちょっとしたんですけれどもあのアメリカ大統領選の,あの討論会、まあ、テレビ討論会っていうのはあの非常にあの、まあ、日本でももちろん、ね、公開討論っていうのはあの重要だなというふうに今回も思ったんですけど宮脇先生テレビ討論会ってアメリカ大統領選ではめちゃくちゃ大事なんですよね。 そうですね。しかし、まあ最近はですね、もう私は共和党に入れる、トランプ氏に入れる、うん、私は民主党に入れる、バイデン氏に入れるというふうにもうあのー、決めちゃってる人が多いので、<ら>テレビ討論会で意見を変えるかもしれないって言っていた人っていうのは、あ<ら>まあ15%、16%、まあそれくらいの数字だったんです、ね、そんな感じなんですか？そ,そうなんですね。うんうん、で、まあ主にまああの完全にまあ何も 意見がなないいいことではないんでではんすすわゆる無党派ですねどっちに入れるか、うん、まあ政策とか、うん、まあどちらがまあよりエネルギッシュかとかいろいろ見て判断する無党派票をどう取るかってところがトランプ候補もバイデン候補もこの間の討論会では、うん、まあ最も意識したところだったんですがすでにまあ皆さんいろいろニュースで映像等を見た方も多いかなと思いますが、うん、まあバイデン大統領がのパフォーマンスが、うん、まあ身内の民主党から見ても かなり破滅的な内容ですね、その後に、本当に強く民主あのバイデン大統領を支持してきた人たちも、やはりもうこの局面で、本当に異例のことなんですけれども、うん、ここではやはりトランプ候補とは戦えないと、うん、あとやっぱり選挙っていうのは大統領選のみならず、議会の選挙もありますので、でね、まあこの民主党の顔をバイデン大統領にして、本当に戦えるのかということで、うんうん まあそういった身内の民主党議員あ,のあるいはそういった献金者大口、うん、の献金者、うん、まあそして民主党支持者の間も、まあ、今は多数派がバイデン大統領はあの支持者の中でも撤退すべきではないかという意見が。 多数になっていいるという状況です実際あの僕らはあの新聞を読んであのかなりバイデン候補が言葉に詰まったり、はいえー、言い間違えたり言いどんだりっていうことが多かったという記事を読みそしてえテレビのニュースであのそういったシーンをこうちょっとダイジェスト的にね、はいえー、見てるだけなんですけど三巻先生から見てもバイデンさんちょっとこれはパフォーマンス低いなっていう感じでしたか そうですね何しろ今回聴衆入れなかったのでかなり顔がドアップに映ったまま討論会が1時間半くらい続いたので、うん、まあバイデン大統領も明らかに。 まずはやっぱりそういった、うん、いわゆる老いの高齢の問題というのはずっとくすぶっていて、うん、それが一番大事な局面、まあ、そのテレビ討論会で意見を変えるであろうっていう人がそんな多くないにしても無党派の票っていうのが本当に重要ですので、うんまあ、そういった大事な局面で最も老いの問題が出てしまったと、うん、さらには政策について、うん、まあ非常にあの例えば中絶の問題っていうのは今アメリカではあの2020年に あの連邦最高裁が中絶の権利は憲法で保障されてないですよっていうあの判決、今まで保障されてきたものをひっくり返したことによって、州によってはものすごく厳しい中絶の制限が行われてて、ほとんどできない、そういった昔の法律が復活して、まあ、レイプや謹慎まあそういった場合でもあの中絶が原則できないっていうようなことだったりで、うんで、非常にこれは女性の関心、若者の関心を集めてるんですね。うん 今回の討論会でも民主党は非常に中絶の権利擁護ということを掲げてきたので、うん、まあ宣伝のしどころなんですけれども明らかに民主党がまあアドバンテージ、うん、有利な問題でも言いよどんでしまったり、まあ、ちょっと間違えたことをしゃべってしまったりでバイデンだ大統り実はご自身はあの非常に厳格なカトリックで、うん、そんなに中絶賛成ではないんですね。で,<ー>まあでもそういうい時ははややっぱりり民主党党のやっぱり忠をやっぱり共和党に対して 押し出していくってことをきちんと意識して発言しなきゃいけないのに、なんとなくそういった自分のなんか中絶への思いみたいなのがむしろこういうあ重要な場で出てしまったといううところがありましたね。<ー>で、それに対してトランプ候補はかなり上手かったと思いますね。かなり上手かった。あの立ち回りもそう中絶問題ってのはやっぱり無党派の人は中絶の権利やっぱ保障してほしいっていう人が多いので、うん、共和党はやっぱりすごくまあ保守的で。 やっぱり中絶っていうのはやっぱり胎児の命を奪うことだからいけないんだっていう人もかなり重要な支持基盤なんですね。だってそういう人とあとでも新たに取りたい無党派の人たちあんまり、まあ、やっぱり中絶の権利大事だと思う人たち、うん、やっぱりトランプも実は結構難しい立ち位置が置かれていたんですね。なんですけれども、まあ、トランプ法はあくまで自分はそんなに中絶に反対じゃないよとやっぱりそんな極端なケースにおいては中絶は認められなきゃいけないと。うん これやっぱり州がそれぞれ制限しちゃってるわけだから自分ではちょっとどうしようもできないっていうような感じでなんかうまく。 私自身は結構中絶にオープンなんだけど、うん、今やっぱりその最高裁の判決が覆っちゃって中が自由に中絶を制限できるのでやっちゃってるっていう感じでなんとなくどっちの訴えかけも、うん、あの保守派にも中絶反対の人たちもきっちりあの訴えつつでも無党派の人たちに私はそんな中絶反対してないよみたいな感じで。うんうん やっぱりうまくあの、まあ、非常に後のファクトチェックで結構嘘が含まれていたとかいうこともあるんですけどやっぱりそれ事後のファクトチェックなんですよね。そこでやっぱりバイデン大統領があなたの言ってることは嘘でってことが言えたらよかったんですけども言えなかったですしそういった中絶問題みたいに結構やっぱトランプ大統領、うん、うまくあの乗り切ったなっていうところがあって全体的に非常にあとエネルギッシュでしたね。うん、非常にまあ対照的だったっていう感じがありました。で今おっっしゃっていいいたみたただみにバイデン大統領 のののその大統領選撤退論というのが党内から出てきてきるこれ実際もうあの民主党内の,そのえ大統領候補の選定手続きは終わってるわけですよね。だけどもここから実際に撤退っていうことがリアルにありうる感じなんですか そうですすねあ,のあり得ますただ、そこにはやはりバイデン大統領の意思が非常に重要でというのを今おっしゃっていただいたように民主的な手続きで予備選を経て代、はい、議員を獲得してこうバイデン大統領がほとんど勝って獲得してますからでその代議員たちはバイデン大統領にあの民主党の候補として投票しますよというふうに制約している人たちですので。はい、基本的には、まあ、その あのまあ、入れななきゃいけないけバイデン大統領の意思にかかってるんですが、うん、まあその討論会後いくつかの、まあ、インタビューとか、まあ、激戦州に回ったりしていてというのもまあバイデン大統領今私は大丈夫なんだと、うん、まあそんな高齢不安なんて払拭できるんだということに,非常にやっけいろいろ精力的に活動しているんですが、うん、先日のインタビューでも私はまあ撤退しないとまあもし全知全能の神が、あのー、言うなら別だけど私は もうこのままやるっていう、まあ、かなり強い表現でこのまま私は民主党の候補としてトランプ候補と戦っていくという意思を示したんですね。うん、で、まあ、バイデン大統領に非常に影響を与えると言われているのがその民主党の議員や民主党支持者からかなり献金者からも懸念が出てるんですが家族なんですね。ジル・バイデン氏あの討論会の、はい 場にもいて終わった直後にですね素晴らしいパフォーマンスだったとあなたすべての質問に答えていたわよっていうふうに、まあ、あのジルさんがバイデン氏に呼びかけている動画もかなり回って、うん、本当にそう,そうなのかみたいな回ってるんけれども <laughs>、うんまあ、ご家族もやはりバイデン氏続投に今のところはかなり強い意欲を見せているということでしかし、の党の状態としてはちょっとどうなのかなっていうところですよね。そのバイデン大統領はやっぱり政治家として あの一番まあ,あのまあ向き合うべきなのはやはりまあ身内の声であったり、うん、もちろん続投まあ今あの民主党も非常に割れてるんですねどっちもいばらの道ですよね。うん、来年大統領で大丈夫なのかという高齢不安を抱えて大丈夫なのかという道と、うん、この局面でまあやはり新たな候補、うん、まあ一番のもちろん候補としてはハリス副大統領ですけども、うん、な顔を立ててやっていくことのリスクどっちもリスクなので。うん 本当に今からハリスさんに候補を切り替えるというのは、うん、手続き上は可能なんですかバイデン大統領があの、私はもうやはり撤退して、でうんまあ、バイデン大統領としても託すとしたら、やはりハリス副大統領だと思うんですね、うん、今のところ、ランニングメイトということで、ずっと一緒にバイデン、はあ、ハリスで戦っていますし、献、うん、金もバイデン、ハリス陣営ですので、 受け取れるのもそういう献金面でもやはりハリス氏が最もすごい、うん、ただハリス氏も別に自分が今まで予備選で勝ち抜いてきたわけではないので、ねまあ、8月にある民主党の党大会で、うん、やはり、まあ、オープンな、うん、あの投票で選ばれなきゃいけないということで、まあ、そこでいろいろやはり、まあ、揉めたりとかやはり民主党の、まあ、あちらはトランプ候補の方は、まあ、7月に共和党の党大会があるんですがもうトランプ氏の下で 結束していて、うん、さらには今副大統領が誰になるかということで、はい、まあ結構まあ共和党の中ではずっと盛り上がっていて、うん、まあどうやら絞られた3名は男性のようなんですけど、うん、最近結構トランプ氏はです、ね、民主党の岩盤真層の黒人票とか若者票を、まあ、ちょっといまだにまあ黒人や若者はあの、まあ、民主党支持が多いんですけども、うん、結構無視できないぐらい、まあ、票,あの票を奪ってるんですね。うん、やっっぱりそういったマイノリティとか女性 あのを副大統領候補にして、うん、まあもっと民主党の票を取りに来るってこともまあ結構言われたりして共和党の党大会に向けてはなんかちょっとそういうなんか誰になるのかなみたいな要素もあるし明るい材料が揃ってるので、うん、民主党の方は本当に今雰囲気も、うん、バイデン大統領のまあ撤退論じわじわ高まって本人は強い続投しあの姿勢で,でそれに対してバイデン大統領を擁護している人たちも 本当に大丈夫なのかなっていうちょっと気持ちを抱えながら擁護してるっていうなんかちょっといろいろ雰囲気もあんまりこう,っしようっていい感じでではないんですよね,すよねその今おっしゃったあのだ同じ「誰にする」でも、はい、民主党内の方は「よっしゃもうど誰,誰にする誰でいこう?」っていう前のめりな「誰にする」だけれども民主党の方は共和党の方はねだけども民主党の方は「 ちょっともういないみんなが「う <laughs> んそんなん言うて <laughs> 誰する?」っていうちょっと<変>であの三、ー、巻先生というとそのアメリカの民主主義と Z 世代との関わりについていろいろと研究をされているということですけれどもあのまず前提としてあのアメリカの Z 世代っていうのは比較的リベラルな多様な価値観を許容する認めるっていう傾向がある。 っていうのは本当ですか。はい、あの Z 世代はまず、あ、だいたい1990年代半ばから2012年くらいに、うん、あの生まれたあの若者で、うん、非常にやはりあのまあ、権利の問題ですね。中絶問題もその2年前の中間選挙では他の年齢層はやっぱりインフレとか暮らしの問題をまずやっぱり選挙って言ったら、うん、やっぱり経済が最初に来るわけですよね。うん、やっぱこの世代はまあその先ほど述べたようにまあ、中絶の権利が覆されたということでまあ、中絶を最も あの重要な<ー>何して投票して、それが非常に民主党の前線、うんうん、あの民主党が非常にまあ苦戦するだろうと言われてたのを下院あ,あすみません上院の多数派は維持したのは非常にやっぱり若者が民主党を支持したから、うん、でバイデン大統領がやっぱり2020年にトランプ候補にあの勝った時も,、うん、もこの Z 世代は他の世代よりも最も圧倒的にバイデン氏を民主党を支持したんですね。やっぱりまあそトランプ大統領のやっぱりマイノリティ女性に対する差別発言とかっていうやっぱりこういうあの価値はあのやっぱり許せないということであんまり、B、大統領はその人がすごい人気だったってわけではないんですけど時はやっぱりトランプ大統領を再び大統領にすることはできないということでかなり民主党も結束できたけど。うん その反トランプも、まあ、やや賞味期限が切れたというところで最近、やっぱり結構若者の中にもバイデン大統領とトランプあの候補の支持率も、まあ、若干、バイデン氏が若干リードしているか、まあ、結構、拮抗しているような時期もあって。うんうん それは一つはやはりあのパレスチナの状況で、うん、非常にやっぱりもう一つ非常に関係してますね非常にまあ、うん、大統領もトランプ氏も非常にイスラエル、まあ、支持これはもう討論会で2人はもうほとんどん完全に一致して、うん、どっちがイスラエル支持かみたいな基礎。 やっぱりこの世代はアメリカの社会の中で唯一イスラエルとパレスチナでやっぱりパレスチナの人たちあれだけの抑圧で今まあガザの,その犠牲者の確定もなかなか難しいですけれども、うん。 あのまあ、あの分かってるだけでもやっぱり3万8000人、ガれキの下にもっといるだろうとか、うん、飢餓でれだけどれだけ死ぬのって状態になっていて、うん、やっぱり民主党の方がやっぱりリベラルな人に支持されているので、はい、バイデン大統領の方が批判が大きいわけですよねなんで。なんであのイスラエルを支持するんだと。うんそうですね、人権多様性って言っていて、うん、私はトランプとは違うんだと、人権多様性大事にするというふうに言ってきたのに。うん 局面でで、あの、これだけイスラエルを支持して、まあ、支持するのみならず、やっぱり武器大薬も送り続けているわけですよね。うん、そこにはかなり大きな、まあ、やっぱり市民をどうしても巻き込むような爆弾も含まれていて、うん、この辺りやっぱり若者も、うん、あの、非常にやっぱり、あの、敏感、この世代のみがやっぱりパレスチナに共感するっていう人が、あの、多いですね。うん、なんで、ひょっとしたらこれからアメリカ社会も、非常にやっぱり新イスラエルの世論が強い、あの、社会ではあるんですが、変わっていくかもしれないんですが、まあ、すでに若者は。 ああここでもうなんかトランプ氏とバイデン氏ほとんど差がないってことに非常に落胆して、うん、まあ選挙にもうバイデン氏に投票しないあるいはなまあなんていうか、まあ、経済移民とりわけ経済政策に関しては結構トランプ氏の方がいいっていう人は若者にも多いので<ー>まあバイデン大統領こんな感じだったらもうそういった経済あの焦点に、うん、トランプ氏に入れるっていう若者もかなり出てきているようですね。うん、あのちょっと 話が離れちゃうかもしれないんですけどあの Z、S、世代って、まあ、あのデジタルネイティブで、はい、SNS ネイティブでっていうね生まれた頃からそういうデジタルな環境でいろんな言論に接することに慣れている世代でさっき大八木さんとも話をしたところですけどそういう情報への接触の一つの,あの特徴として選択的な情報の接触 というのが可能であるつまりまあそれぞれ自分の心地よいと思う情報に囲まれて生活する傾向に陥りやすい、はい、で分断が起きやすいで実際陰謀論だとかフェイクニュースだとかいうさまざまなあの現象が起こっているっていうことでいうとなんか割とこうそれぞれに先鋭化しやすいみたいなイメージがあるんですけどなんかまあリベラルっていうとさまざまな価値観を許容するっていう意味があって。 なんかあると僕は思っていてアメリカの z 世代がリベラルっていうね多様な価値観を許容しようぜっていうのがえ、デジタル世代って生活しやすいんじゃなかったっけみたいなそこってね先生ど,どう捉えたらいいんでしょう、うん、そうですねやっぱりリベラルとは何か,うかそう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 ,そう,う案外ねちょっとねですよねまたまああの そうですね、まあ、ソーシャルメディアとの関係で言えば確かに例えば、まあ、いくらバイデン大統領いろいろ問題があると言ってもその、まあ、パレスチナ問題に関しても、まあ、パレスチナにい、まあ、やや同情を見せているのはバイデン氏ですし、うんまあ、移民に関しても最近、まあ、あのトランプ氏がメキシコからの移民を防ぐと言って作った壁の建設をバイデン氏 あの始めちゃったりして移民に関してもかなりまあトランプ氏的な排他的なもうこれ以上入れないっていう多い時って1日1万人くらい入ってたのでまあそ,うすまあそういったそれにしてもでもバイデン氏の方がやっぱり移民に関しても寛容な姿勢ってものを見せてるのでまあ相対的に比べたらまあおそらく彼らの価値観に合うのはバイデン氏のはずなんですけれども、うん。 そのソーシャルメディアでむしろ今やっぱりトランプ候補への怒りよりバイデン大統領への怒りが渦巻いてるそれはやっぱり、まあ、そういう SNS の中で、うん、なかなか、まあ、あとはそういったまあどっちもあのいい選択あの最善の選択じゃないけどまあ選ぶんだったらどっちかなっていう選択が <laughs> やっぱりソーシャルメディアとかで専衛化していくと。 ちょっっっとそういうういいいのののができなくなっていくのかなくくててかをうまあ私もそのソーシャルメディアの、まあ、どういうあのいろんな意見が交わされてるかってことを見るとやっぱりそのガザの問題とかに関しても,もうバイデン大統領はジェノサイドパレスチナ人の集団虐殺にも関わってるんだみたいな。 まあそれは見方としてはそうかもしれないけどでもトランプ氏になったらもっとすごいものすごいイスラエル寄りの,あの政策がそらく取られるだろうというふうに言われていますして、うん、それを示唆する言論もしているんです、ねうん、だから、まあ、まだましな選択っていうのがなかなかそううソーシャルメディアの空間からは生まれないって感じです、ねうん、なんとまあただちょっと状況としてはもしトランプもっぺんになったらどうするという状況からこれほぼもっぺんトランプになるよねみたいな空気になりつつありますが、うんうん 残り時間が一分半ほどになりましたこれもっぺんトランプとなると日本は当然そこにアジャストしていくっていうことになるんでしょうねええ、まあ我々もシトラが最も恐れられているのは実は国際的にも日本というふうに言われてるんですね、うん、あのやっぱりそれほどアメリカが私たちにとってはまあ安全保障から経済すべてに関して非常に重要ということで、うん、また日本当 まあそういった政権交代他国のアメリカの政権交代に、まあ、そこまで依存されない国っていうものを指していかなきゃいけないのかなうこの話をするたんびに自分の足で歩くにはどうしたらいいか真剣にみんなで考えようぜって思うんですけれども、はい、まあ現状、ね、そのまさにおっしゃった安全保障とか経済の枠組みとかいろんな意味で影響を与えることは間違いなくてでもなんか、えー、真っ先にゴルフクラブを持って会いに行くっていうのはちょっとなんか違うよなと思ったり。<ー> <laughs> まあいろんなことを思うわけでございますがまたちょっとねこれについては選挙が近づいたら先生にお話を伺いたいなと思いますアメリカ大統領選についてえ今の現状を同志社大学の美牧聖子先生にお話を伺いましたすいません遅い時間までありがとうございましたありがとうございました,ま,したまたぜひよろしくお願いいたします さあ、厳選月一ジャーナルは、今日は選挙二台。はい。なんかそれぞれ、やっぱちょっと違いますよね。ねはい、皆さんはどんな風にお聞きになったでしょうか。ね、う次回の放送は、ちょうど一ヶ月後ぐらいですね。はい。八月五日、月曜日です。では、また来月。